平野紫耀、渡都米の遺跡におわせは本当かファンの期待と憶測が渦巻く。元キング・アンドプスの一員である平野仕様26が自身のインスタグラムを更新したことにより、彼のファンたちの間で騒動が巻き起こっている。 平野が街角で撮影した写真を投稿したところ、その中に意図的な匂わせが含まれているのではないかという議論が巻き起こっているのだ。その投稿には、大量にどうぞ、最後のは、お遊び、可愛かったからやってみたしょう、というコメントが添えられていた。このコメントは、407万人を超えるフォロワーたちを喜ばせるためのものだったのだろう。 しかし、その投稿に添付された写真の中で、特に一枚目が注目を集めている。平野が看板の横に立つ写真で、行き止まり U ターン、できません、という文字が強調されていたのだ。この文字が、キシユータ、という表現になっており、これが元キング・アンドプスのメンバーであるキシユータが飛べに合流することを匂わせているのではないかという憶測がネット上で広まっている。 SNS 上ではあり得るかも。騎士んも合流なのだろうかという期待の声が上がる一方で紫陽く君は絶対そんなことをしないと思うまさかねからといった否定的な意見も見受けられる。平野潮がファンをからかうような行為をするとは考えにくいが、ファンたちはその動向に込められた意図を確かめるために、 飛べの公式 YouTube チャンネルで行われる予定の緊急性配信を待ち望んでいる。飛べは15日午後6時30分からの公式 YouTube チャンネルで緊急性配信を行う予定だ。これによりファンたちは飛べから新たな発表があるのではないかと期待している。平野仕様の行動に関するさらなる明確な情報が明らかになることで、 ファンたちの疑念は晴れることになるのだろうか。その答えは彼らが待ち望む緊急性配信の中に隠されているかもしれない。楽しみに待ちたいと思う。平野市用の最新のインスタグラム投稿が彼が所属するグループであるトベの動向に関する熱い議論を引き起こしている。 ファンたちは彼の投稿に込められた意味を探り、私有うのトベへの合流の可能性に期待を寄せている一方で、彼の行動に懐疑的な意見も存在している。トベの公式 YouTube チャンネルで行われる緊急性配信がファンたちの疑問に答えることになるのか、注目が集まっている。平野仕用のファンたちは、 彼らが待ち望む明確な情報が発表されることを願っている。